はい、大阪から来ましたジーナです。マジで、はい、最高ジーナ、ありがとう。最高。ビアード、とにかく好き。ビアード、大好きなんです。ビアード、三度の飯より好き。ガチンコビリヤードクラブ、カッコ仮。福田さん、今日もちゃんと来てくれましたよ。よかった。しかも今日は大阪です。嘘でしょ。本当に今僕たちこれ東京の池袋のロサ会館、ロサさんにお邪魔して撮影してるんですけど、このレッスンのために大阪から通います。それぐらい本気です。合格。不合格ないでしょ。ある合格あるらしい。あ、本当？あるらしい。早速呼んでもいいですか？どうぞ、お願いします。よろしくお願いします。どうぞ。お願いします。すごい。完全にブルースリーですか？ブルースリー。違うって言ったのに、今サーマン。いや、今サーマンか。何を渡して俺に。本当に大阪から今日は、はい、大阪から来ました。自己紹介お願いします。はい、大阪から来ましたジーナです。ジーナ？あ、ジーナ本名、はい、ジーナは本名じゃないです。本名はジョアンナです。うお、何それ。本名ジョアンナでニックネームジーナ。はい、かっけえ。え、ジョアンナってことは日本の方ですか？ハーフです。ハーフ、はい、どことどこの？ブラジルと大阪の。あ、ブラジルと大阪の。大阪のハーフなんですよ。すごいね。はい、地球真裏のなのに関西弁をじゃあ巧みに操る。関西弁しか喋れへんって感じですね。そうですか、はい。ポルトガル語は？ポルトガル語は喋れない。喋れないんだ。ちょっと C で。あ、それは C で。じゃあ喋れる手で、はい、ポルトガル勉強しながらやりましょうか。はい、ちなみに、おいくつですか、ジーナは？23です。23。今年24です。ビリヤードはやったことあるんですか？ないです。ない？ないです。なんで来たの？いや、なんか、ビリヤード。ちょっと待って、大阪から来たんだよね。そうです。わざわざ。はい、すごいね。はい、大阪から。ビリヤードやったことないんだよね。これ知ってる？今日ビリヤードをやる番組よ。知ってます。聞きました。ビリヤード知ってる、そもそも。ビリヤード、なんか球打つみたいな。ああ、そういう認識だよね。はい。すげえ。なのに来た。はい、なんでなんで。でもギャルユニットをちょっと宣伝しようかなみたいな。ギャルユニット、なんかやってんの？あ、ユニットを組んでて、はい、LSG っていう。はい、ギャルユニットがあって4人メンバーでやってて、それで一番最年少なんで。LSG ラブソースイートではない。ラブソースイートではない。ではない。 LSG だからね。ギャルです。ギャルライブスターギャル。ライブスターギャルを大阪で、はい、あ、活動してる。東京です。あ、東京で。それも東京で。で、それも通ってんの？通ってます。通う意味なくない？東京物価高いなので。まあ確かに物価高い、家賃も高い、はい、そうなんだ。ちょっと気軽に住めないです。あ、なるほどね、はい。で、まあ今日参加してもらって、はい、ビリヤードも合格ですか？合格。やってみたい。やってみたい。なんかおもんなさそうやけど、はい、やってみたい。おもんな。そう、大体これがね、これが正直な意見ですよ。ごめんなさい。難しそうじゃん。よくわかんない。何が楽しいかわかんないでしょ、まだ。そうですね。ボーリングも面白いと思ったことない。なるほどね。やったことないです。やったことないの？やったことないです。やったことないのにもう面白くない。面白くない。見てて面白くない。ビリヤードはやったことないけど面白くない。面白くない、うん、一緒。だからね、こういう子たちがほら、ガチンコでしょ。あ、こっからだね。こっからですから。任して、はい、お願いします。それはもう俺に任して。じゃあ、これだから今回ね、面白くなさそうなこのビリヤード企画に、まあなぜ参加し、まあだからその LSG もだからその宣伝も兼ねてきたんだけど、はい、けどね、なんかそれ以外にも、あ、もともとスポーツっていうか外で遊ぶスポーツがすごい好きで、うん、例えばサーフィンとか、ウェイクボードとか、はあ、スノボとか、はい、すごいアウトドア、はいはい、一緒、ビリヤードと全然違う。一緒、どこで？スノーボードでしょ、はい、もうバランス感覚です、はい、一緒、ビリヤード。一緒です。一緒。そうだよ。全然一個も共通って俺腐らせないんだけど。やったことないし、これもない。そう、だから偏見で終わらせたくないから、はいはい、何でも挑戦してから、うんうん、一回ビリヤード挑戦しようと思って。なるほど。
で、それでプロになったらなんかめっちゃ稼げるって聞いたんで、大阪でも買いすぎたんで、そうですよね、俺も好き、ちなみに、それは俺も好き、ゆかゆかさん、福田さん、あの獲得賞金めっちゃ稼いでる人っていくらぐらい稼いでるんですか。で、全般旧スポーツ、旧スポーツ、それはもう多くない、多く、多くい、それスヌーカー、スヌーカー、ポケットだったらどれぐらいだろうね。ポケットだとやっぱり1000万単位。ああ、まあまあまあ、だから奥はいかないからちょっとあれなんだけど、世の中が変わればね、そうそう、変わってきますから。あ、大丈夫です、あの一番欲しいタイプの人なんで。あ、一番、はい、一番取る。じゃあまずあの日本一になりましょうか。はい、日本一にやりましょう。やりましょう。まずはプロテストでしょ。そうね、まずはプロテスト、まずは、まず、まず楽しさ、だからうちらが、うん、あの楽しさを伝える。はい、俺は厳しいよ。本当ですか。じゃあまあまあ僕はところその辺カバーしますんで、はいはい、やっていきましょうね。いつも泣いてる、はい、じゃあ皆さんジーナです、よろしくお願いします。お願いします。大阪から来てくれたジーナが着替えてくるって。マジで。はい、気合い入りまくりでしょ。ビリヤード面白さを一個も分かってないんですよ。すごいよね、なぜ来たかって。ビリヤード自体なんだか分かってないからね。いいんですよ、だから自分がやってるユニットの宣伝をしに来たと。今きっかけは何でもいい、ね、何でもいいんです。はい、あとはもう僕たちの腕次第です。本当そうだね、はい、じゃあ早速ジーナさんお願いします。アゲー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 全然無理だわこれ。全然無理？うん。ちょっとどういうこと？あげ。わかんないですけど。あげってもこのこういうあげなんじゃないですか？あげ。あげ。最高ジーナ。ありがとう。最高です。可愛い。ネイルと合わせてきました。本当だ。ショッキングショショ何それは？蛍光イエロー。ちょっと。ペアックだね。全然違うから。やめてもらって。いや本当に。まあそんな感じで今日実際だから福田さんからこのビリヤードのね、はい、あのレッスンをつけるようにするからまず、はい、やったことないんだよねジーナ。ないです。すごい、でもウェアは完全にビリヤードだよね。あ、本当ですか。ねえ、わかんない。色合わせてきたって感じですか。めちゃめちゃ、けどめちゃめちゃかっこいい。じゃあ早速、はい、じゃあこれ、あのどうぞ。はい、ビリヤードってこの棒を使うの知ってる。こうやって使うんですよね。そうそうそう、こうやって、なんでやねん。あ、違います、すいません、こうです。そう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 、こうやってね、振りかぶって投げたところ、なんでやねん。まずは見たい、見たい、ちょっとついてきて、ついてきて、ついてきて、え、ぼーってしてないでついてきて。もうあっけに取られてた。じゃあ、早速、じゃあ、まず、ジーナがやったことないの。ないです、ないです、ないです。だから、じゃあ、やったことないなりに、はい、ビリヤードをやってもらいましょう。あ、はい、ボール使います。これ、ビリヤードでボール使うから。ボールですね。ヒントは、はい、この白いやつを作るっていうね。そう、はい、白いやつをついて、他のボールはついたらダメ。はい、まあ、全くしたことないから、あの福田さん、とりあえずこれをビリヤードでどんなもんかをちょっとやってみよう。え、福田さんは渡す？私ですよ、私。この白いボールを突きます、まず、はい、それはもう教えます、はい、この棒でね、はい、この棒のことをキューって言うんだけど、はい、これで白い棒をついて、このボールをここに当てて、はい、このボールがここに入ります。はい、すごくない？すごいです。それは難しいよ。返します？近い方にしようよ。まだ何言ってんじゃん、福田さん。皆さんがお手本を見せますから、はい、この白い棒をついて黄色に当てて、黄色があそこのポケットに消えます。入ります？イリュージョンです。じゃあ、もう見てて、見ててよ、ちゃんと見ときます。お手本につけて、ちゃんと見とき、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 はい、いくよ。白をついてからの、はい、にぶつけます。うわ、すごいっていう、はい、あのルールはまあいろいろあるから、ビリヤード、はい、けど基本的にはこの白いボール、これキューボールって言うんだけど、このキューボールをついて、はい、この先玉のことをオブジェクトボールって言うんだけど、このオブジェクトボールを、はい、に当ててポケットするっていうのがビリヤード。入りますかね。まあまあっていうね、これはね難しいから入んない。ちょっとやってみよう、ちょっと試しにやってみよう。いや、持ち方も分かってない。ちょっといい、後から教えるから。あ、ですか。いいよ、いいよ、いいよ、もう爪がすごい、爪すげえ。覚えてないですね。分かんない、分かんない。そういう爪になったことない。このラッシャだけはやらない。怒ってギャーってやらないでよ。え、お、よう、いいじゃん。不可能ですよね。お、今、見て勉強した。
今、そうですね、はい、最高ですジーナさん最高です。はい白いボールをついて、この白いボールをここに当てたら、はい、なんとなく入るか。入る、奇跡起きるんかな。真ん中、まずね、真ん中つくのが難しいから真ん中ついてみようか。うん、ずれ、ずれる、ずれるね、ずれるよね、いいね、いいね。おい、はいはい、ずれるよね、オッケー、こうなります、福田さん。無理や。そう、無理やね。大丈夫、これね、天才コーチが教えるから。福田さん、ハードルが上がったね。できる、できる、できるようになる。できるようになりますね。ほら、まず福田さん、どうしましょうか。どっから教えて。ね、ブリッジなんだけど、ブリッジちょっと、はい、あの秘密兵器出すわ、今回は。秘密兵器を出す。ちょっと待ってて。ほら、え、なんだろう。まず難しかったでしょ。めっちゃ難しかったです。これね、あのね、当てるのが難しいの、これ。そうですね。こう、こうやってさ、カシュってなるもんね、なんかね。あ、どう持ってきた、持ってきました。これなんでカシュってなっちゃうかというと、球、これ球ね、シャフト、はいはい、シャフトがピヨンピヨンってどこ行っちゃう。あ、はい。で、どっか行かせないために、スムーサー、スムーサー、これスムーサーってなんかね、今回これ使います。はい、なんか滑りを良くする、なんかさ、はい、なんか湿気たりとかしたら滑りが悪かったりさ、 あとこれブリッジっていうんだけど、これブリッジがさ、はい、なんか難しかったりするんです、はい、さっきね、はい、それを簡単にするやつ。違います。違う、動かなくする、プヨンってならないようにするだけ。そんなのがあるの、スムーサーで。あ、これ使ったことないな。これ見て、こう、そう、通すでしょ。それでこれをこう握る、はあ、そうすると自然とブリッジの形。あ、ほんとだ。なって、しかもクリアする。おお、本当だ。全然違うでしょ。本当だ。ちょっと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 カシカシ。俺やったことない。秘密兵器。通して。通して。で、こうプロンってなってるから、それを握って、で、だからブリッジをね、作る。そうそう。お。いいし。頭いい人いるね。これはだから事前にやってもらうと。そうです。あのね。けどさ。まずさ、基本のことを教えていい？そうそう、もちろん、ブリッジの形はちゃんとやります。そのブリッジをの上でこれをやるとさらに効果的。なるほどね。じゃあ、先にさ、その基本を教えてあげたら。やりましょう。はい。プレゼントしてくれるんですか？これじゃあ、後に、はい、プレゼントします。これね、俺じゃないけど。大丈夫、大丈夫。もう自由にプレゼントしますよ。やったー。かっこいい。俺、それ言いたかった。俺が言ったことにしてる。いいですよ、これ。俺が言ったことにします。じゃあ、プレゼントします。ありがとうございます。ガチンコビリヤードクラブ、カッコ仮。